それはね。坂口さんはメガネっ子好きと聞きましたが。それはないからな。捏造はやめなさい。おっと捏造じゃな。マジでかおい。マジで来ちゃった。はい。坂口さんは、はい、メガネっ子好きだと聞きましたが。聞きましたか。メガネっ子、銀玉によくるメガネっ子ということで、やっぱり、うん、さっちゃんのことって好きですか？あのメス豚加減がたまらないですよね。あのさ、ラジオ番組でメス豚って単語は普通に出てこないよな。キャンプフェスタの銀玉ステージでは、小林優さんがメス豚ですと発言した時には、爆笑しました。ゆうちゃんはね、メス豚の意味がどうもよく分かってなかったみたいだよ。そうですよね。うん、豚肉が大好きなんですってよく分かんないことそうだと言って。アニメ雑誌を見てたら、メス豚って呼ばれることについてどうですかに対して、よく意味は分かんないんですけど、豚さんは大好きです。豚肉はもっと好きです。みたいな。ひどい。発言が残ってて。見て可愛い、食べて美味しいって品種を買いますよ、本当に。そうじゃなくて。